今回は2時3時の2時3時ライバーのゲラ8戦を紹介していくぞ。ライバーさんが視聴者を笑わせてくれるだけでなく、ライバーさんが笑う姿もいいものよね。起立、気をつけ。まず最初に紹介するのはボント姉さんだ。比較的最近デビューしたライバーさんね。活躍をいろいろなところで目にするわ。そうだな、彼女はラナンキュラスと呼ばれる3人組ユニットの一人で、どこかのほほんとした雰囲気やお姉さんのような感じが人気のライバーさんだぜ。2時3時を初めて見る人にもおすすめしたい面白いライバーさんなんだぜ。こういう雰囲気の人ってついつい追いかけたくなっちゃうわよね。そんなボントさんのゲラシーンはこちらだぜ。ちょっとエドいエッチなことエドいっていうな。めっちゃおもろいやん。ちょっとエドいやばいな。じわじわくる。エドちょっとで、ね、エドやばい変なツボに入ったな。やめてそのコメント。やめてって本当に。なんでこんなの。やばい本当に。涙でできない。ずっと笑い続けてるわね。こんなにツボに入るのも珍しいわ。普段から明るいライバーさんではあるんだが、この回だけは異様なまでに笑ってたぜ。あまりに楽しそうに笑うもんだから、こっちも釣られて笑っちゃうぜ。親近感が湧くライバーさんだからこそ一緒に笑っちゃうわね。リスナーからも、江戸だけでそんなに笑う？ポンちゃんがこんなにゲラってるの久々に見た。笑う内容が内容で草。などのコメントが寄せられたぜ。私もこんなお姉さんが欲しかったわ。次に紹介するのはクズハさんだぜ。2時3時の中でもトップクラスの人気を誇るライバーさんね。彼は普段から色々なゲームをプレイしているライバーさんで、そのトークスキルやゲームのプレイスキルから男女両方から根強い人気を誇る人なんだぜ。2時3時を知らなくてもクズハさんを知ってる、なんてこともあるんじゃないか。2時3時という枠組みを飛び出して人気を博しているのね、すごいわ。そんなクズハさんのゲラシーンはこちらだぜ。音だけ。ラーメン屋かなんかがミシュラン書いてたんだけど、うん、渾身料入れすぎて味全然分からん。渾身料、渾身料、渾身料の入れてる数で星決まってんのかってぐらい入ってた。渾身料すげえ入ってんだよマジ。渾身料渾身料か本当に。え渾身料か。わかんねえわかんねえ答えが。渾身料マヌキは見つかったようだな。バカだ。おいなんだよお前。渾身の一撃ラッドウィプンス来た。ちょっとわかんないわかんない。おい答え答え。俺と肩並べれるぞ。更新だ。こまねえねえ、そんなだって。そんなやって どなんだよ。ドツボイしてるやん。聞いたことねえよ。更新だよ、ね、更新だよ。ああもうアタックがしてた。まるで男子高校生同士の会話みたいね。それにしたって面白いけど、クズハさんは他のライバーさんと積極的にコラボすることが多いんだが、 X さんたちとのコラボはいつもこんな感じだから毎回笑っちゃうぜ。クズハさんだからこそのトークスキルと X さんのボケが見事に噛み合った結果ね。リスナーからも、渾身料をずっとこするクズハで草、ずっと笑ってる、この二人のコラボ毎回面白いから好き、などのコメントが寄せられたぜ。2時3時はコラボ配信も魅力の一つよね。次に紹介するのはふわみなとさんだぜ。ホストをやっているライバーさんよね。メディア進出も多い印象だわ。彼の整った容姿や女性の扱いなどはさることながら、言動がどれも突飛でかっこよさと同時に面白さが湧き出てくるライバーさんだ。女性視聴者にはもちろん男性視聴者からも人気を集めているぜ。面白くてかっこいい、なかなか両立できない二つよね。そんなふわさんのゲラシーンはこちらだぜ。そうだね、シンプルな、うん、で、まあ、先手パンチかました方がまあ多くダメージ与えれるから
そうだ、まあ狙っていきたいなという思いで行こうか。じゃあ殴りましょうか。アキラのショタ心が、これ、あ、俺が赤か、オッケー、で俺が左ね。先手取ったらめちゃめちゃ笑ってるわね。見た目の印象とのギャップがすごいわ。今回は特に仲のいい同期の三枝明奈さんとのコラボだったとはいえ、見た目からは想像もつかない爆笑っぷりで視聴者を虜にしていくんだぜ。いわゆるギャップ萌えってやつね。リスナーからもふわっちがこんなに笑ってるの好き、ゲームでこんなに笑い合える友達欲しい、見てるこっちまで楽しくなってくる、などのコメントが寄せられたぜ。まさにムードメーカーって感じね。次に紹介するのはリゼヘルエスタさんだぜ。有名なライバーさんよね。清楚な王女様って印象が強いわ。そうだな、二次三次における清楚にはいろいろな意味が含まれることが多いが、リゼさんは正真正銘の清楚、本物の清楚枠なんて呼ばれることも多いぜ。他のライバーさんからは真面目な人であると言われることが多い人でもあるな。真面目な人っていいわよね。思わず応援したくなるわ。そんなリゼさんのゲラシーンはこちらだぜ。え、てか薬ここにあるけど、うちも取った、取っていいよ。もういっぱいだ、飲むか、飲むぞ。いいんじゃない。はあ、どこに続くんだろうな。無理だったか。でもここ確かに本当に何かありそうな、もう一回見てくるわ。みんなが私に嘘をつくわけない。いやでも別に、あの確信をって言ってるわけじゃなくて、ね、あるかもだった。あそこありそうじゃねっていう人もいるから。そうだね、そうだ。いやでもなんかありそうなのマジな。ちょっと寒い寒い寒い、死ぬ死ぬ死ぬ寒い寒い。あ、ちょっと息がない、死ぬ、見て見て。いや、笑い事じゃない、笑い事じゃない。めちゃくちゃ死んじまうよ。コンペ補充したタイミングでなんで一緒に補充しなかったの。私は大丈夫。いや、面白い。でもここ何もないの、なんやねんな。ここめっちゃロマンあるのにな、綺麗やし。確かに他の人よりも清楚な笑い方って感じがするわね。仲のいいアンジュさんとのコラボではいつも笑いが絶えないが、いつも綺麗な笑い方をするからなんだか癒されるんだぜ。同じ笑い方でもライバーごとに違いが見えてくるのね。リスナーからも、笑い方が清楚で可愛い、アンジュとの仲の良さがわかる、皇女殿下はこういうところも可愛い、などのコメントが寄せられたぜ。様々な個性を持つライバーさんがいるのは見てる側も飽きないわね。次に紹介するのはイブラヒムさんだぜ。アラブ系のイケメンさんね。どんな人なのかしら。イブラヒムさんは他のライバーさんと比べて落ち着いている印象が強いぜ。精神的に大人びている感じがあって、コラボ配信は特に映えるんだぜ。ちなみに名前をよく間違えられるという特徴もあったりするぜ。な、名前をよく間違えられる。とにかく大人っぽい人なのね。そんなイブラヒムさんのゲラシーンはこちらだぜ。うまい投資入ったな。これ一人でこいつ3人抜こうとしてる。じゃあもうすぐ前半終わるんじゃないこれ。確かにもう45分でしまった。前半あれ開きましたよ。あー、まあ、そうだそうだそうだ。OK。 なんか個性的な人いるな、相手チーム。いいね。 OKOK。 まあ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 、こっからよ、こっからよ。勝ってるもんね、だって俺ら勝ってるね、勝ってる。勝ってるよ、1対0よ、勝ってるよ。 OKOK。 OKOK。 渡ってきた俺ボール。いいや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 、俺めっちゃいいとこいるよ。見せろ、俺めっちゃいいとこいるよ。少年サッカーの力見せろ。俺めっちゃいいとこいるよ。 OKOK。 ちょっとパスの打ち方教えろ、誰か。パスを教えてくれ。なんかドリブルで突破して、ドリブルで突破して。エブライブ、エブライブ押せ。お前膝にダメージ負いすぎだろお前。膝にダメージ負いすぎだってお前は。これ誰が放置してんだ。早く戻ってくる。これちょっとポーズ戻っ。これは二人の特徴が見事に合っていて面白いわね。大人びているイブラヒムさんと少年のように大暴れする X さん、個性が正反対の二人だからこそパズルみたいにぴったりハマるんだぜ。
これがさっき言ってたイブラヒムさんのコラボ配信の特徴なのね。リスナーからも、大暴れの X を見守る保護者イブラヒム、イブラヒムがゲラってるの珍しいな、この二人のコラボ面白い、などのコメントが寄せられたぜ。二人の空気感が最高だわ。次に紹介するのは八代気づくさんだぜ。八代さんは確かゲームがめちゃめちゃ上手なのよね。よく噂を聞くわ。そうだな、特にリズムゲームに関しては2次3次トップクラスの腕を持ってるぜ。他にもオタク文化を深く知っている人だから話の幅も広く、それゆえに悪ふざけして視聴者を笑わせることも多いんだぜ。仲間内で人気が高い友達って感じね。そういう人いいわよね。そんな八代さんのゲラシーンはこちらだぜ。うおー、さ、で、たけしの足蹴るやつ、たけしの足が来た来た来た、まんまや、すげー。ええたけしの足折れるよ、これでもこれさ、俺たちが、でもこれ軟活が先行してる時とかじゃないんだ、これそう、お前らリードしとるやん。これが翼のサッカー、これが本当のサッカー、本当のサッカーはたけしの足を台にしねえよ。うわー、熱い、ツッコミどころ満載だけど熱いから許してしまう。うわ、終わった、すいません、ミスりました、笑わせました。すいません、引っ張って引っ張って、来た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 言ってたやつ、言ってたやつ俺が言ってたやつほら、俺が言ってたやつだってこれすげえこのゲームこれがさっき言ってた悪ふざけ、確かに笑っちゃうわね。八代さんはこういうツッコミどころ満載のゲームをやると、その知識量からテンションが上がって子供のようにはしゃぐんだぜ。ライバーさんが楽しそうにしているのは見ていて気持ちがいいわね。リスナーからも、屋敷図キャッキャしてて草、原作知ってるけど笑ってるの草、子供みたいに大笑いするの好き、などのコメントが寄せられたぜ。こういう友達が一人は欲しいわ。次に紹介するのはシスタークレアさんだぜ。さっきリゼさんに対して本物の清楚と表現したが、クレアさんも2次3次の中では珍しい清楚中の清楚なんだぜ。とはいえ、時々見せる意外な一面がまたいいんだけどな。やっぱりギャップって重要よね。そんなクレアさんのゲラシーンはこちらだぜ。これ、今回、このフォームにね、このコーナー結構、リングフィットのやつ多くなかったですか？はいはい、リングフィットをサボりがちになっててみたいな、うんうん、はい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 、確かにありましたね。多かったんで、なんでまあ、その皆さんまとめて、ちょっと一旦クレアさんこれをお願いしていいですか？リングフィットを送ったんですよ。了解です。それでは今回たくさんもらったリングフィットを買ってやってたはずなのにサボりがちになってしまっている皆さんへ、クレアさんからお願いします。お疲れ様です。今日何時頃集合にしましょう？違う間違えちゃっためちゃめちゃ間違えてるけど間違えちゃった。クレアさん、それはクレアさん、それは今日の昼に業務連絡で送っていや、これなんか約束してやるってことかと思って今スクロールしてなかった。俺も恥ずかしいし。ごめんなさい。シンプルにクレアさんに送ったんですよ。今日の6時半に。ちょっと私も今ちょっとテンパって。今日何時頃集まりますか？ごめんなさい。ああ、そういう。違う。ちょっと巻き戻して。すいません。俺のシンプルな DM 読みダメです。ごめんなさい。でもよかった、これで。ネタバレとかなんだかお茶目な人なのね。自分のミスで壺に入ってしまうなんて。この時は上利喜一さんとのコラボラジオで起きた出来事なんだが、この二人だからこその相乗効果もあって面白いよな。おっちょこちょいなクレアさんとツッコミの利喜一さんの相性がバッチリね。リスナーからも、
うっかりミスが面白すぎる。自分でミスって自分でつぼるの草。力一のツッコミがまた面白い。などのコメントが寄せられたぜ。こういう一面がある人ってなんだか惹かれるわよね。最後に紹介するのはほんまひまわりさんだぜ。昔から根強い人気があるライバーさんよね。そうだな、彼女は2時3時の中でも元気いっぱいなライバーさんで、そんな彼女から元気をもらえるって人がファンになる印象だぜ。時折見せるポンコツな姿もまた人気の秘訣だったりするぜ。そうなのね、元気っ子っていいわよね。そんな本間さんのゲラシーンはこちらだぜ。え、なんで押しつけられやば。ねこの笑い方は確かにファンになっちゃうわね。原因も原因で面白いけど、こういう元気で可愛い姿が彼女の人気の理由になっているんだぜ。ちなみにこの断末魔の正体は後輩の海田春さんだぜ。唐突なライバー間でのやりとりがあるのは面白いわね。リスナーからも、ひまちゃんめっちゃ楽しそう、こういう元気な姿がいい、断末魔の主が海田なのも草、などのコメントが寄せられたぜ。私も本間さんに興味が湧いてきたわ。さて、紹介は以上だがどうだったかな。ライバーさんが爆笑しているシーンを見て親近感が湧くのはもちろんだけど、他のライバーさんとのコラボでそういうことが起きてお互いの絆が見えるのもいいわね。ライバー同士の掛け合いも2時3時の魅力の一つなんだぜ。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも面白いシーンがあればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。